奇女さん。うちの実家のあたりで、昔からの迷信みたいなもので、貴女さんって呼ばれてるものがいる。葬儀帰りに家に入る前に清めの塩を振るってのがあるが、地元では葬儀帰りに塩で清めた後、 必ず履物を外側に向けて揃えて脱いで家に上がるという風習がある。そうしなければ、貴女さんが家まで上がり込んできてしまうことがあるのだという。仮に貴女さんが家に上がり込んできてしまうとどうなるか。葬儀の夜、 その人間の夢枕に黒く塗りつぶされた顔に黒ずくめの妄想の人物が現れる。夢枕に立ったその人物、騎女さんは問いかける。何時、騎なりしや。その問いかけの答えを待つことなく、 貴女さんは姿を消して夢から覚める。その後はしばらく何も起こらないが、四十九日の真夜中に、今度は夢枕にではなく、実際の枕元に再び貴女さんが現れ、問いかける。何時の右腕、いかにして動かしたるか。 その問いにこう押して右腕が動かなくなる続けて騎女さんは問いかける何時の左腕いかにして動かしたるかその問いにこう押して左腕が動かなくなる続けて騎女さんは問いかける何時の右足 いかにして動かしたるか。その問いにこうして右足が動かなくなる。続けて騎女さんは問いかける。何時の左足、いかにして動かしたるか。その問いにこうして左足が動かなくなる。最後に騎女さんは問いかける。 何時の真の増風、いかにして動かしたるか。その問いに呼応して心臓が止まる。このようにして、翌朝には原因不明の心不全の死体が出来上がる。ただ、騎女さんが家に上がり込んでしまった場合の対処方法も存在する。 貴女さんが最初に夢枕に立った翌日から四十九日までの間、毎日帰宅した時に履物を外側に向けて揃えて脱いでから家に上がればいい。そうすると四十九日の真夜中に貴女さんは現れるが、夢夢サジをおろそかにすることなかれ、と言い残して何もせずに去ってゆく。 地元でズボラな人間に対する今しめが迷信と化したものだと個人的には思ってるが、うちのじいさんが、ここ最近騎士さんが夢枕に立ったって話をめっきり聞かなくなったな。もしかしてよそにでも一旦かいのと言ってたのが少し気になる。よく、お悔やみは続くって言われるが、 地元でしか聞かない話だしまさかこいつのせいではないとは思うけど「キンキンさん」幼稚園の時の話ですうちの幼稚園では「キンキンさん」と、 という人がいるらしかったのです。というのも、必ず誰でも見えるわけではなく、クラスの半分くらいの子しか見れませんでした。私は見えない方だったので、その話題になるたびにどんな人か聞きました。ですが、見える友人たちは皆よくわからないという答えばかりで、詳しく聞いたことはありませんでした。 最初は私に教えたくないんだと思っていましたが、どうやら本当にわからないようです。確かに見えるんだけど、それを言葉にしようとすると難しい。これが見える友人たちの意見でした。ある時、先生にそのことを話してみたんです。これだけクラスで話題になっているのだから、きっと知っているだろう。 と思っていましたが、何その話、初めて聞いたな。と言われました。先生にも聞かれましたが、私自身見たことがないので答えようがありません。仮に知っていたとしても言葉に表すことはできなかったと思います。なので、私もよくはわからないが、こういう人がいるらしいということだけ言いました。 それから結構経った頃です。夕方に数人の友達と残っていて、鬼ごっこをしようということになりました。幼稚園の裏には大きな石段や木があって格好の遊び場だったのですが、昔事故があってからはそこで遊べなくなっていました。それでも鬼ごっこをするにはスリルのある場所だったので、 バレないようにこっそりと裏へと行きました。最初は鬼ごっこを楽しんでいましたが、その途中に一人の子が、キンキンさん、キンキンさん、と叫び出しました。みんなも、本当だ、キンキンさん、と同調していました。どうやらみんな見える子たちだったらしく、私だけ見えていないようです。でも、 ここで見えないと言っても決して馬鹿にするような子たちではありませんでしたが一人だけというのは少し恥ずかしい気持ちでした見えないのと聞かれていつものようにうーん、まだかなと曖昧に答えましたするとみんな一斉にこっちを真顔で振り向きましたみんな同じような表情で いつもとは違う気がしました。私は怖くなって、つい、やっぱり見えるよ、と嘘をついてしまいました。だよね、と、にこっと笑いかけられ、すぐにまたいつものようになっていきました。しばらくはそのキンキンさんに手を振ったりしていました。ですが、 私たちがいないことに気づいた先生がこっちにやってきました。叱られてちょっとシュンとしていましたが、その後に何してたのと聞かれて、鬼ごっこしてたらキンキンさんが来たと答えました。先生は興味深そうに何それと聞いていました。一人の子が普段ならえっとねと話してくれるのですが、なぜかその時だけは、 両目を両手で覆い、見えません、知りません、というのです。私は初めて見たので、キョトンとしていると、指を少し開けて、こちらを真顔で見つめていました。一人だけではなく、全員がしていて、私も焦って同じことをしました。先生はますます気になったらしく、教えてよ、 詳しく聞こうとしていました。すると、いきなり一人の女の子が先生の目を親指で潰そうとしたのです。先生は尻餅をついて避けましたが、今度はその女の子が自分で親指を目に突っ込み出しました。先生も私もびっくりして、やめてやめてと叫びましたが、やめません。周りの子たちはまた、 空に向かって、見えません、知りません、と言っている。一、二分すると、元に戻って、痛い、痛い、と涙目になっていました。それでもやっぱり、周りの子たちは別段気にする様子もなく、ポーっとしていました。先生が急いで救護室に連れて行くので、私もついて行こうとすると、みんなから、 うーん、と、携帯のバイブのように言われました。それから少し騒ぎになり、親も呼ばれたりしましたが、結局理由はわかりませんでした。ですが一週間ほどすると、彼女は転校になりました。朝急に言われてびっくりしましたが、挨拶だけしに行きました。彼女は両目を包帯で覆っていて、 お母さんもついてきていました。私が、今までありがとう、違うところでも頑張ってね、と言うと、キンキンさんに嘘ついちゃダメだよ。と言われて、ドキッとしました。お母さんも何度か見たことがありましたが、なんだか違う人に見えました。最後に手を振ると、今後で、死んじゃえばよかったのに。 と言っていて不気味でしたこれで一応終わりですが今でもよくわかりませんこんな体験したことある人いないでしょうか御堂様小さい頃 祖祖母の住んでる家に連れて行ってもらった。大人たちはいろいろ話があるようで、部屋から追い出された私は家を探検してたんだ。その家は何しろ広かったし、古くて壺とかもあったから探検ごっこだけで十分楽しめる。そんなわけで家の中を走り回っていたら、 ある部屋で曹祖母と鉢合わせた。そしたら、優しい感じだった曹祖母が、強い調子で、こっちへ来なさいって言うんだ。ドタバタしてたから怒られるんだ、と思って、その場でうじうじする私に、曹祖母はびれを切らしたのか、こちらまで来て、手を引いて歩き出した。 ここからが少し変で子供の私の体感でもすごく長い時間襖を開けて次の部屋へというのを繰り返して進む今考えると広いって言ってもそこまではないだろうってくらい何個も部屋を通り抜けたもう嫌だなと思い始めたくらいで部屋は行き止まりになった 日が差し込んで明るかった記憶があるから、その部屋は多分周りが障子だったのだと思う。茶室みたいな感じの小さな部屋で、掛け軸があって、茶室で言うと生け花が置かれているはずのところには、紫色の着物か布かが置いてあった。曽祖母が、ここに座っときなさい、と言うから、 私はおとなしく部屋の隅に座った。祖祖母はだんまりで私を見てて怖かったんだけど、その部屋は小さいからか知らないけど、すごく安心感があった。で、だんだん眠たくなってきて、うつらうつらしてしまったんだ。はっと目を覚ますと、 曹祖,祖母が置いてあった布を持ってごそごそしてる。何してるのと聞くと、曹祖,祖母は、私に着せる着物が、なんちゃら、と答えて私を見た。方言がきつくて何言ってるかわからなかった。そして、温道様がいらっしゃるからここにいるだろうと、ここに居続けるのが当然。 みたいな口調で聞かれた。勘が働いたのかもしれない。なんでかわからないけど、私は、おはぎ食べる約束したから戻る、と答えた。答えたっていうより、とっさに口から出た感じ。実は、おはぎは前日に曽祖,祖母と作って食べてしまってるから、 全くの嘘なんだけど嘘をつこうとして言ったわけじゃなかったんだそう祖母はならしかたないみたいなことを言って私の手を引いて襖を開けてその部屋の外へ出たそしたら全然知らないところにいる後ろを振り向いてもそもそも襖とかないし 何より手を引いていたはずの曽祖母がいない結果的にそこは曽祖母宅の裏山に面したお寺の中だったんだけど怖くてギャンギャン泣いてたらお坊さんが気づいてくれた田舎だから名前を言ったらすぐに「あああそこの家に遊びに来てる子ね」という感じで私のことが分かったみたいで 家に連絡が行って事なきを得た。私は一人で外に出た、しかも裸足で、ってことで、両親にすごく怒られたけど、私からしてみれば、はてなという感じ。事情を説明しても、言い訳をつ、な感じだったし、曾祖母がって言っても、曾祖母はずっと私たちといたから、と、 祖母に笑われる始末私は不満だらけだし訳わ,わからんしでずっと不機嫌だったけどその後は何事もなく数日を過ごして家に帰った。大きくなったら祖祖母に真相を尋ねようと思っていたのに尋ねた後すぐ亡くなってしまって結局何が起こったのか私の手を引いた祖祖母は本当に祖祖母だったのか。 音頭とは何なのか全部分からずじまいだった祖祖母宅を取り壊すことが決まり親戚が集まったときにこのことが話題に上がったので記念に書き込みました「テンポポ様」。 俺の地元には奇妙な風習がある。その行事の行われる山は標高こそ200メートル程度と低いものであるが、一本の腐った締め縄のようなものでお山をぐるりと囲んでおり、女はもちろん、たとえ男であっても、普段からその山に立ち入ることは許されていなかった。 それでも時々調子に乗ってそのしめ縄をくぐってお山に入ろうとする子供が現れる実際俺の年の離れた兄貴の友達がそのしめ縄をくぐってお山に入り込んだらしいのだがその事実を聞きつけてきた村長連中にお堂に連れて行かれ三日三晩眠ることすら許されないほどの激しい暴行を受けたらしい それを聞かされて育った俺たちはもちろんお山に近づくようなことはなかったし俺たち地元の子供たちにとってお山は恐怖の対象でしかなかったそんな奇妙なお山であるが数年から十数年に一度不定期に人が足を踏み入れることがあったお山の木々が色を変え突き抜けるような青空と どこか冬の匂いを思わせる風の吹き出す10月に、その年に11から12歳となる少年たちが集められ、白装束を着せられて、お山を登らされるのだ。ただ一つ、お山に入ったら一言も口を聞くんじゃないぞ、と念を押されて。俺がお山に入らなければならないと聞いたのは、 その奇妙な行事の行われる10日ほど前のことだった。両親から話を聞いた段階で、俺はすでに泣き出しそうになっていたが、村の決定だ。逃げ出すことは絶対にできない。お前にはすまないと思うが辛抱してくれ。と、頭を下げてくる両親を見ると、その願いを断ることはできなかった。それからの日々はあっという間だった。 一切の外出は禁止され食事の内容がガラリと変わった大好きだったハンバーグや焼き鳥のような動物の肉を使った料理は食卓から消え去りその代わりに老人が好みそうな菜食中心のものとなったしかもそれらのほとんどが塩のみで味付けされておりその他の調味料すら使うことを禁じられていたため それらの料理をもしゃもしゃ食べながら、当時はケージで飼われるうさぎにでもなった気分だった。前日に至っては、それまで三食あった食事すら禁じられ、口に含めるものは水と塩だけとなった。そんな生活のせいで、俺の体はみるみる痩せてしまい、その10日間で体重が6キロも落ちた。当日は、 太陽が昇る前の4時から5時頃に両親に起こされ、どこからか持ってきていた白装束を着るように言われた。前日まともに食事をとっていなかったせいで体力は落ちていたし、早朝に起こされた眠気もあって、俺は終始ふらふらしていた。意識が朦朧とする中、俺の自宅に俺と同じような白装束を着た大人が何人も訪れた。彼らは、 両親と話をした後、俺をワゴン車に乗せると、普段の山に向けて車を発車させた。俺を乗せた車は、街灯もない田舎道をしばらく走った後、静かに停車した。車に乗ってからというもの、大人たちの発する異様な雰囲気に、俺はもはや、借りてきた猫のように縮こまり、停車した時には少し安堵したのを覚えている。 車から降りると、その場には、俺と同年代だった、A、B、C、D がいた。みんな一様にして顔色が悪く、10日前には考えられないほどやつれている。きっと、俺も彼らと同じようになってしまっているんだろうな、とげんなりしていると、白装束を着た大人の一人が、俺たちの前に出てきた。今からお山に入る。 分かっているとは思うが、俺たちがいいと言うまでは口を開くなよ。俺たちと同じ白装束に身を包み、顔には同じく白い布をかぶせていて、その男の表情は読めない。しかし、その真剣な様子から、俺たちはビビりながらもその男の言葉にうなずいた。山に入ってからは、まさに地獄だった。 普段から人の入る山ではないので、道などあるはずもなく、落ち葉を踏みしめ、雑草を踏みつぶして、ただ黙々と、お山の頂上を目指して足を進める。食事制限と眠気のせいで、平地でさえ足元がおぼつかないのに、まだ日の昇っていない山道を、一言も声を上げることすら許されずに昇っていくことの辛さがわかるだろうか。ましてや、 当時の俺たちは子供である。なぜこんなにも辛いことをさせられるのかわからず、正直逃げ出したい気持ちだった。しかし、逃げ出すことは叶わなかった。なぜなら、俺たちの周りには、先ほどの男を先頭に、俺たちを囲むようにして、男と同じような格好をした大人たちがいたのだ。俺たちは、何とも言い難い雰囲気の中、 道なき道を延々と登り続けそしてたどり着いた先には小さなお社があった何を祀っているのか今となっては確認のしようもないがその小さなお社は子供が10人入り込めば満員になってしまうほどの大きさであった大人たちは俺たち5人をそのお社に押し込むと一人一人に酒と塩を配りながら 静かに口を開いた。それを飲んだらお前たちには一人ずつお山を降りてもらう。このおしろを出たらどんな道順であろうとまっすぐに麓を目指せ。さっきも言った通り、このおしろから出た後お山を降りるまでは決して口を開くなよ。それからその男は、このおしろの中であれば俺たち同士で話をしてもいいこと。 何があろうと決して後ろを振り向かず声を上げないこと。太鼓の音が聞こえたら燃焼者から親城を出てふもとを目指すこと。これらを俺たちに伝えると、親城の外で待機していたらしい他の城小族の大人を引き連れて親城を出て行った。残された俺たちは反響乱だった。まだ日が昇っていないせいで、 明かりはあの男がつけていったろうそくの火だけ。不気味に照らされたおやしろの中で映し出される顔は見知った友人たちの顔であったが、そのどれもが正気を根こそぎ奪われたミイラのように見えてしまう。どうなってんだよ。知らねえよ。お母さん。何なんだよ、くそ。 はじめこそこのように口々に文句や大人に対する罵詈雑言を吐いていた俺たちだったが、あの、維負の対象だったお山に子供だけで置き去りにされている恐怖感と絶望感、そしてこれからどうなってしまうのかわからない不安感に支配されてしまい、結局みんな無言のまま太鼓の音が聞こえるのをひたすら待ち望んでいた。そうこうしているうちに、 どこからともなく、のぶとい太鼓の音が聞こえてきた。誕生日的に一番年少の A は、その音を聞いただけでビクッと体を震わせて、声にならない小さな悲鳴を上げていたようだが、俺たちの視線と、このお社の中の最悪な空気に耐えきれなくなった様子で、扉を開けると、ダッシュでお社を飛び出していった。開いた扉から一瞬だけ覗いた外の景色は、 向かいの山にちょうど朝日が顔を出したところで不思議なことにこの時だけはなぜか安心することができた A が飛び出していって数十分俺たちは特に話すこともなくただじっと床を見つめて次の太鼓の音が聞こえるのを待っていたどこかに隙間があるのか冷たい空気が体を震わせる残された仲間同士で 体を寄せ合い、寒さから身を守っていると、ドーン、ドーン、と、地鳴りのようにのぶとい太鼓の音が再び聞こえてきた。それを聞いた B は、心を決めていたのか、すくっと立ち上がると、躊躇することなく、親代を出て行った。それから数十分後には C が、その後には D が親代を出て行った。 おしろに残されたのは俺一人。それまでなんとなくあった仲間と一緒だから大丈夫という心理もなくなり、俺は本当に一人になってしまった事実にガタガタと震えていた。もうこの頃には時間の感覚などなくなってしまっていた。膝を抱え、恐怖と孤独感に押しつぶされそうになっていたんだと思う。だから太鼓の音が聞こえた時は、 恐怖よりも歓喜の方が強かった。やっとこの恐怖から解放される。そう思ってお社の扉を開くと、そこには、なんてこともない、普通の山の景色が広がっていた。お城に入った時には、まだ日が昇っていなかったのでよく見えなかったのだが、俺たちの恐れていたお山にしては、拍子抜けするほど普通だった。朝の爽やかな空気が満ち、 風にそよぐ色とりどりの葉っぱ朝露はお日様の光を跳ね返しまるで光の絨毯を敷いたような錯覚さえ覚えた思わず「なんだ別に大したことねえじゃん」と口をついて出そうになるのを飲み込み俺はお山を下り始めた一番初めに違和感を感じたのは山を下り始めて数分のことだった 早朝の山にしては静かすぎるのだ。山に行ったことのある人ならわかると思うが、山は意外にいろいろな音に溢れている。小川のせせらぎや小鳥のさえずり、木の葉の擦れる音に小さな虫の声、そのどれもが一切聞こえない。聞こえるのは俺が落ち葉を踏みしめる乾いた音と、 気まぐれに吹く冷たい風の音だけ。それに気づくと、途端に俺は、えも言われぬ恐怖に襲われた。やはり、この山は普通じゃない。しかし、恐怖に襲われたからといっても、足を早めることはできなかった。空腹と睡眠不足がたたっているのだ。俺はふらつく足を無理やり動かし、徐々に山を下っていく。 次に違和感を感じたのは山の中腹辺りに差し掛かった頃だっただろうか。なぜか誰かに見られているような視線を感じ辺りを見渡すもそこにあるのは細い木と枯れ葉だけだった。ここはお山だ。俺以外はすでに山を降りているはずだし多分気のせいだろう。無理やり自分に言い聞かせて足を進める。と、今度は 俺の背後で誰かが話をしているような気配を感じた。それも一人二人ではなく、複数の子供の話し声だった。俺は思わず叫び出しそうになるが、手のひらで口を押さえて悲鳴を押さえ込む。その代わりに、俺は足に力を込めて走り出した。何度も斜面を転がり、それでも走り続けていると、 いつの間にか謎の気配は消えてしまっていた張り付く喉のせいで呼吸が苦しく貧血と酸欠でいよいよ意識が混濁してきたそれでもこの恐怖から逃れるために俺は這うようにして足を進めたことが起きたのはその時だった突然背後からまる。 母親の声が俺の名前を呼んだのだ。思わず振り返る俺。しかし、そこに母の姿はなかった。代わりにいたのは、俺と同じ白装束を着た一人の少年。一瞬先にお山を下ったはずの友人かとも思ったが、声を出すなとあれほど言い含められて声を出すような奴はいないはずだ。それに、 その少年の顔に俺は見覚えがなかった。それほど大きくはない村だ。同年代の子供の顔くらい全員わかる。それでは、あいつは一体何者か。俺が頭を巡らせている間に、少年はにっこりと笑顔になると、いたずらを思いついたような顔で口を開いた。さあ、一緒に行こう。 その言葉を聞いた瞬間、俺は全身に鳥肌が立つのを感じた。胸の奥がカッと熱くなり、悲しくもないのに涙が止まらなくなった。さあ、行こう。少年が徐々に近づいてくる。不思議なことに落ち葉を踏みしめているはずの少年の足音はなぜか聞こえなかった。さあ、 いよいよ少年との間が手を伸ばせば届く距離となった時、親城を出る時に聞こえた太鼓の音が地鳴りのようにして俺の耳に届いた。少年から目を離し、後ろを振り返ると、腐ったようなめ縄と、ふもとで太鼓を叩く大人たちの姿が見えた。いつの間にか、お山を出るまであと少しのところまで来ていたのだ。俺は必死の思いで身を翻すと、 しめ縄をくぐって、大人たちの待つふもとへと一気に駆け降りた。俺がお山を抜けると、大人たちは何を思ったか、憔悴している俺に向かって大量の酒と塩をぶちまけた。そして、模造紙のような巨大な紙で俺を包むと、乱暴に軽トラックの荷台に俺を放り投げた。反抗する気力もないまま、荷台で揺られ、寒さと空腹を覚えつつ、 俺は眠りについた。目が覚めると、俺は自宅のベッドに寝かされていた。両親に話を聞くと、どうも三日三晩眠り続けていたらしい。両親は村長と神主さんに、一応覚悟はしておけ、と言われていたらしく、俺が目を覚ましたときは、死んだ人が生き返ったように驚いていた。両親が落ち着きを取り戻した頃に、 あの山は一体どういったものなのか尋ねてみたが、明確な答えはなく、ただ、悪いものが集まるのがあの山。そして、お前が見たのはおそらく、天ポポ様だろう、と言ったきり、口を開くことはなかった。あの時、俺の他に参加していた A、B、C、D については、俺のように何かに話しかけられたり、 何者かの視線を感じることはなかったそうである。体調が回復した後に、俺が村長と勘主さんから聞かされた話の中では、俺のように、テンポポ様に話しかけられて戻ってきた子供は、これまでいなかったそうである。テンポポ様に話しかけられる、イコール気に入られることは、そのまま連れて行かれることを意味していて、俺の場合は、運が良かったのか、 テンポポ様の気まぐれなのかよくわからないと言っていた。その話を聞いて、少しでも天秤が傾いていたら、俺はテンポポ様に連れて行かれて死んでいたのではないか、と思うと同時に、それを村のしきたりとして自然に受け入れている大人たちに対する恐怖と軽蔑の念を抱かずにはいられなかった。これが大体10年くらい前の話になる。 その後俺は何事もなく成長し、高校卒業とともにこれ幸いと村を出た。成人してからもほとんど村に戻ることはなかったのだが、この間、個人的な事情により久しぶりに村に戻る機会があったので、親父と元村長に小山について話を聞いてきた。最初はどちらもかなり渋っていて苦労したが、俺が当事者だということと、 成人ししてていいるるとととうここでで話もらえることができたまずはじめにお山についてだがあの山は昔から地元の悪い気の流れが集まる一種の異界なのだそうだ鬼が出たとか天狗が出たとかそういった話にはことかかず女や子供が立ち入ろうものなら数日のうちに何かしらの不幸がその侵入者に訪れる と言われるほど土地に染みついた悪意だとか怨念といったものが浄化されることなく溜まっていく。見るに見かねた当時の村人たちはお山を締め縄で封印することにするがそれも大した効果はなく溢れ出る邪悪な木は数年から数十年単位で村に干ばつや洪水、飢饉、流行り病などの天変地異を引き起こしていたらしい。そこで考案されたのが あの奇妙な風習である。第二次成長直前の肉体的にも生命的にも最も柔軟で充実している少年たちを集め、9日間をかけて身を清めることで人ならざる者とし、その中の一人を生贄としてお山に捧げる。そうすることでお山の邪気を払おうとしたのだ。実際効果はあった。 それまでの天変地異は嘘のようになりを潜め、お山に対する威嚇の念は時代の流れとともに希釈されていった。一定の期間で少年たちを供物に捧げてしまえば、お山は恐るるに足りない、と、ほとんどの村人が思っていた矢先に、村を未曽有の大飢饉が襲うこととなる。天保四年、西暦1833年の、いわゆる天保の大飢饉だ。 当時の江戸幕府すら揺るがしたこの未曾有の飢饉は例外なく俺の村を襲い、そして多数の餓死者を出した。そこで注目されたのが先の風習だった。飢饉を小山が起こしたものだとすれば、村のしきたりを利用して口べらしをすることはもちろん、供物として捧げた少年の肉を食うことで当面の食料にもなるという一石二鳥の明暗だと喜んだらしい。 今となっては鬼畜の所業だがきっと当時はそんなことも言ってられないほどひどい状況だったのだろうこうして飢饉が収まる天保10年までに延べ50人以上の少年たちが供物としてお山に捧げられそしてその少年たちの無念さとこの世に対する恨みがお山の邪気と融合して怪物が生まれたのだそれこそがテンポポ様 飢饉前に供物として捧げられた少年たちも合わせると、おそらく、百人以上の少年たちの怨念の塊であり、土地の悪意を吸収してさらに成長した怪物。その怨念を抑えるために、さらに供物として捧げられた少年たちを合わせると、その規模は、もはや想像もできないほどの数に上ることだろう。村としても、何度も著名な霊能力者に、 お山に救うテンポポ様を何とか沈めることができないか依頼したそうだが、どの人もお山を見た瞬間に凍りつき、あれは人の払えるものではない。これから何百年もかけて管理し、徐々に力を弱めていくことしかできないでしょう。とサジを投げたらしい。あのお山を管理することは村に生まれた者の,の務め。 何の罪もない無垢な少年たちを、供物という形で殺め、死肉をむさぼり、生き延びた者たちの末裔として、それは当然の義務かもしれない。しかし、今年生まれた俺の息子の顔を見ると、俺はこう思わずにはいられないのだ。どうか、この子が十二歳になる時に、俺と同じような目には合いませんように、 すんばいさんこれは俺が小学5年生だった時の話だ当時俺の通っていた学校では心霊写真を撮影するのが流行っており俺のクラスの何人かも使い捨てカメラを持って放課後の校舎で幽霊が出そうなところを撮影しながら探索する遊びをよくしていたもちろん どこを撮っても心霊写真なんか撮れないし、放課後の校舎をいつまでもうろうろしていたって、先生に怒られるだけなので、単に怖いもの見たさというか、スリルを友達と共有したかったのだと思う。そんな遊びも、時が経つにつれて自然と廃れていったのだが、俺と同じ学校の三年生で2歳年下だった弟は、 写真撮影の遊びを続けていた。そんなある日、いつものように放課後の校内を走り回っていると、体育館の方から、ゴッドーンとーと、何かが床に落ちて反響する音が聞こえた。誰かがバスケでもやってるのかと見に行ってみると、誰もいない。しかし体育館のステージの前に、 緑色の一輪車が一台放置されていた。俺も弟も誰かが遊んだまま片付けなかったのだろうと思った。一輪車で遊んで放置したまま帰る生徒も結構いたし特別不思議な光景ではなかった。ところがその一輪車はつい今乗り捨てたかのように車輪が打力でわずかに回っていた。 おかしいなと思って、いつも放課後に心霊写真遊びしていた友達の T の仕業ではないかとステージの裏に向かって名前を呼んでみたが応答はない弟が誰か隠れていないか調べてみたがステージの裏はおろか体育館の倉庫にも誰もいなかった放課後なので 体育館と校舎をつなぐ通路以外は扉にすべて鍵がかかっていたし、俺は急に気味が悪くなって弟と校舎に戻った。俺が走り出すと弟もビビり出して、二人でランドセルを取りに五年生の教室へ走ったのだが、便所に行きたくなってしまった俺は、教室の前にあるトイレに弟を連れて入った。 弟は小便がしたいわけではなかったが、一人では怖いので、用が済むまで俺の後ろに立たせた。その時突然、台の個室の中で、ゴットンッという大きな音がし、もう完全に飛び上がるくらい二人で驚いて、弟は真っ先にトイレから逃げ出してしまった。今でも覚えてるが、俺は気が動転して、 小便の途中だったにもかかわらず、ズボンを上げてトイレを出ると、ランドセルをひっつかんで風のように走って帰った。そんな怖い思いをしても、子供ってのは不思議なもので、一晩経って翌日になると、ケロッと何事もなかったように投稿できる。俺も弟も、朝になると、昨日の恐怖よりも、放課後にあの不思議な現象の正体を解明してやろうと思っていた。 だが教室に入ってみると、クラスの連中の雰囲気がおかしい。いつもなら朝からギャーギャー騒ぎ立てているのに、ほとんど着席してこじんまりとしている。原因は黒板にあった。昨日、放課後に一輪車で遊んで片付けなかった人がいます。遊んで片付けなかった人は、休み時間に〇〇先生に、 とかなんとかいう内容が書かれていたのを覚えている。担任は女の先生だったが、清掃などにはうるさい先生だったので、朝からクラスが新規臭い雰囲気だったわけ。俺は身に覚えがあるというか、昨日の放課後に体育館に放置された一輪車を見ているので、100%あの一輪車のことだと思って自分には関係ないけどビクビクしていた。 でも問題は、なんであんな体育館に放置された一台の一輪車くらいでこんな風に黒板に書き出されなきゃいけないのか、ということだった。一輪車を片付けないで放置する生徒は実際多かった。五年生だけでなく、一年から六年生まで遊具を片付けない奴らは結構いた。それなのにこのピリピリムード。 やがて一時間目になり、担任が教室に入ってくると、いつものように挨拶を済ませて、授業を始める前に、黒板の連絡内容についての話が始まった。うちのクラスの前にお手洗いがありますね。そこの男子トイレの個室の中に、昨日の放課後、一年生用の緑の一輪車が置いてありました。その言葉を聞いたとき、 俺は予想に反する見当違いに、はてなっと首をかしげた。いや、首をかしげかけた俺は、プツプツと鳥肌を立てた。昨日のことだ。教室前のトイレに駆け込んだ俺と弟は、個室で大きな物音を聞いている。あれは、個室の中で一輪車が倒れた音ではなかったのか。 俺は理由もなく恐ろしくなってきたうちの学校での一輪車は3種類あり大中小を各学年ごとに色分けして使用している緑が1年から3年黄色が3年から4年赤が5年から6年となっている小さい緑の一輪車なので低学年坊主のいたずらかと思われたが 五年生のトイレの個室に放り込まれていたというと悪質ないたずらである。当然高学年の方に疑いがかかるのは当然であったが、誰も心当たりはない。ただ俺と弟だけは、昨日の放課後、五年生の男子トイレに誰かがいたのではないかという漠然とした疑いは抱いていた。この事件はちょっとした問題となり、 後日、全校生徒の間でも、遊具の管理や整理整頓をきちんと行うように指導された。それからというもの、遊具を遊んだ後に放置する生徒はいなくなったが、結局犯人はわからずじまい。また、クラスにかけられた疑いが晴れぬまま、5年生の誰かだろう、という結論には、俺や他のクラスメートも釈然としないものがあった。 そこで俺は、真犯人を幽霊と勝手に結論づけて、再び放課後の心霊写真遊びを始めた。当然怪しいのは5年の男子便所。弟はもうあの出来事以来、ビビってこの遊びには付き合わなくなってしまったので、俺一人で空の暮れかけた放課後の校舎を徘徊する。今考えてみるとゾッとするが。 使い捨てカメラでトイレの隅々を撮影し、心霊写真を出ろっと、わけのわからぬ念を込めながら、鏡に自分の姿を映して撮ってみたり、黄ばんだ便器を撮ってみたり、床を撮ってみたり、掃除用具の暗がりの中を撮ってみたり、もちろん問題の個室の方も入念に撮影した。後日学校から帰ってくると、 親に頼んでいたカメラの写真が出来上がったことを知りランドセルを玄関に叩きつけて自分の部屋に飛び込んだ四十数枚撮影した写真を一枚一枚ワクワクしながら凝視する怪しいものが少しでも写っていたらあの放課後の出来事は幽霊の仕業だったのだと自分で納得できるからだったしかし現実とは味気もないもので 撮影したすべての写真には、心霊らしきものは何も写っていなかった。ピントもろくに合わず、めちゃくちゃなアングルからの便所一色の写真だ。俺はひどくショックを受けて、もう今後は心霊写真などという馬鹿げた遊びはやめようと思った。ところが、机の上に散らかした写真を封筒に戻そうとしていたとき、ある事実に気がついた。 何のことはない。現像された写真よりもネガフィルムに写っている枚数の方が2、3枚多いのだ。その足りない分のネガを窓に当てて見てみると、ネガではよくわからなかったが、トイレの個室を写したものであった。そこで俺は写真の枚数が足りないことを母親に尋ねてみると、母親は奥歯に物がつっかえたような言い方で、ああ、 残りのはね、捨てた。俺はこの母親の一言に心底腹を立てたのを覚えている。俺が撮影したのに勝手に捨てられたのではたまったものではない。母親の意図も理解せず、俺は一人でプリプリ怒りながら、今のゴミ箱の中身を向かっ腹立ててひっくり返しぶちまけ、捨てられた写真を探した。 そしてあの瞬間だけは今でも脳裏にこびりついている。二三枚だったと思うがゴミに混ざって必要にねじ曲げられた写真を発見した。母親のやり方が頭に来た俺は写真の一枚を無理やり広げる。そこに映っていたものは個室の天井の通気口を覆っている網からこちらを覗く 首をひねった挑発の女だったずっと後になり母親に聞いて分かったことだがうちの小学校では昔事故で両足が不自由になった女子生徒がおり中学に入学する前日自殺して亡くなったという理由は不明だが体育が大好きな生徒さんだったそうで学校から家に帰ると 近所でいつも緑色の一輪車を乗り回していたらしい。その話を聞いたとき、彼女は両足のなくなった体で今も一輪車に乗ろうとしているのではないかと恐ろしさと悲しさの混じる複雑な気持ちになったのを覚えている。以上が俺の小学生の頃の思い出だが実はこの話には続きがある。 俺が小6になった6月頃のことだったと思うが同じクラスの生徒で放課後バケツで育てていた稲に水を足していたやつが規制を上げながら廊下を四つん這いで走る女を見たのだというその話を聞いた女子がキャーキャー怖がり男子はみんなそいつをバカにしてからかっていたが俺が学校を卒業する頃にはクラスの連中がその女の幽霊を つんばいさん、つんばいさんと呼ぶようになった。よつんばいだからつんばいさん。でも俺は知っている。彼女にはとっくに両足なんかないこと。なんでも、稲に水を差していたその生徒の話では、よつんばいで走っていた女の両足は、足ではなく、両手だったんだと。 筆箱さん。幼稚園の行事で雪山の宿泊施設へ泊まりに行った時のこと。小さなホテルに泊まるグループとロッジに泊まるグループに分かれていました。私はロッジに泊まるグループです。寒いね、とか言いながら、みんなで雪を眺めつつ、施設の食堂でお昼ご飯を食べました。 大学の食堂みたいな大きなざわざわとしたところです。友達と二人で完食し、ロッジに帰って満足していると、友達が気厳そうな顔で聞いてきました。えいちゃん、なんでご飯食べてる時友達を無視してたの友達をえいちゃんの横に立って話しかけてる子がいたじゃん。 友いわくワンピースを着た女の子が私に話しかけていたのに私は目もくれずにご飯を食べていて困ってしまったとのことでしたしかしうちの幼稚園の制服ではなかったこと土足厳禁の食堂で汚いローファーを履いていたことから変な子だったしまあいいけどと友達は納得していました 私は自分の食い意地を反省しつつ、食堂うるさかったからな、よその幼稚園の子だったのかな、と思いました。それでその子なんて言ってたのなんか A ちゃんに筆箱さんですか、筆箱さんですか筆箱さんですかって何回も聞いてたよ。筆箱さんって何なんだろう お母さんと離れて心細かったのもあり、妙に気持ち悪く心に残りました。しかしそこはエン夜は先生がみんなに本を読んでくれたり、冷凍みかんを作るなどをして、すっかり忘れてしまいました。よく寝て次の日、朝の食堂が騒ぎになっていました。 ホテル組の子が何か必死に先生に訴えていました。内容はこんな感じでした。男子にひどいいびきをかく子がいて女子はちっとも眠れなかった。腹が立って、そして好奇心で勝手にみんなで部屋の外へ出たら廊下の遠くにポツンと何か銀色の横長のケースが落ちていた。あれは何だろう とみんなでつい見ていたら、ケースから足が生えて、向こうへひょこひょこ歩いていった。みんなや先生は、ちゃんと寝ないからだとか、面白れ、とか、幽霊とかの話なのとか、相手にしていませんでしたが、本人たちは本気で言っているように見えました。銀色の横長のケース、それは勘片ではないかな、 すぐに思いました「カンペンって要は筆箱ですよね」「ロッジとホテル施設の位置関係はもう覚えていませんが私が昼間何度も聞かれた筆箱さんと無関係には思えませんでした」「ロッジの子には女の子の話はしていないので後付けのお芝居とも考えられないです」 かといって、足が生えて逃げていったケース、土足の女の子、どう関係があるのか、今考えても糸がつかめなさすぎて、不気味で全くわかりません。女の子はお化け、自分のなくした筆箱を探して、など、それらしいお話を考えてみましたが、では人の形をした私に、あなたは筆箱さん、 などと話しかけた理由は何だったのでしょうか。その女の子に気づくことができなくて本当によかったとゾッとします。はいと答えたらどうなった。違いますと答えたらどうなった。小さかった私は幽霊とは白い着物の女の人でといったイメージしかなかったので、あまりの得体の知れなさに、 早く家に帰りたいと怯えてしまいました。その後はもう一泊あったので眠れませんでしたが、なんとか家に帰りました。妖怪なのかな、と今では思います。ただ、似たような体験談を聞かないので、正体や目的は今でも想像できません。 コっケさんあんまり自分の出た地域のことは言いたくないんですけど私の田舎ではコっケさんと言ってこけしのような呼び方をすると大人に相当怒られました中学生に上がりたての頃半端なエロボン知識で電動こけしという単語を知ったクラスの友達がこけしこけし と連呼してるのを、私服担に見つかり、バカすか殴られてました。大学に入って初めて知ったんですけど、私服担なんていう役職は他の地域にないんですよね。私服担というのは、生活指導服担という意味で、別に何の教科を担当してたわけでもないです。野球部のコーチみたいな感じで、毎日学校には出てくるのですが、 大体、用務員室で茶飲んで、定時前には帰るような感じでした。学校行事の中で、踊りみたいなものは、私服担の先生が指揮をとってました。運動会で必ず、メイポールの祭りみたいな踊りを伝統的にやらされてたのですが、これは、私服担の先生の独断場でした。列が乱れたり、ポールから引いたリボンがたるんだりすると怒るような、 組体操より全然こっちが大事でした。体育教師の数倍嫌な感じでした。高校に入って地元の青年会に入ると、こっけさんのあらましは聞かされるのですが、それもまあ、こっけさんという地上さんは伝統だから行事は守らないといけない、みたいな感じの話で要領を得ません。 地域に大きな寺社や宗教施設がないし、中学高校にもなると、さすがにいろいろ変な噂が立ってました。何々中学の裏にある井戸が本尊で、毎年一人生贄にされる。高校を出て町に出るときは、井戸に後ろ髪を収めさせられる。噂は噂でしたけど、実際私がいた頃は、 後ろ髪を伸ばしたやつが多かったです。単なるヤンキーだったのかもしれないですけど。今は帰らないので、どうかわかりません。今、同郷の女の子が近くのマンションに住んでて、その子のおじさんが私服担をやってたんですけど、このすれでこけしの話題が出たので、なんか関係ありそうだったんで聞いてみました。私たちがこっけって、 と呼んでいるのは、硬いという字に、悪田と書くらしいです。明治に入ってすぐの頃、飢饉と水害の土砂崩れで、村が外部との交通が遮断されたまま、一冬放置されたことがあったそうです。旧暦かどうか不明ですが、12月28日のこと、知恵の遅れた7歳の子供が、村のある地区の 備蓄の穀物を水に戻して食べてしまったそうなのでした。その子供は村の水番が妹との間に作った子供で、本当かどうかわかりませんが、水車小屋のような場所があったのですぐそういう性的な噂が立てられてました。水番が罪を犯すと翌年は日照りになるという迷信がまだ残っていました。 水盤は責任感が強かったので、子供を殺して村に詫びようとしたそうです。実際、子供を殺せと書いた無記名の手紙を投げ入れるような嫌がらせがすぐ始まったそうです。水盤に不利に扱われていた家も多かったし、実際、穀物の管理責任は水盤にあるので、そういうのが起きても仕方ない状況ではあったそうです。 年明けて1月28日の深夜、いくらなんでも水番が自分の息子を殺すのを容認はできませんので、このことは村全体で考えようと断反していたところだったのですが、水番の妻が泣きながら世話役の家に走り込んできて、亭主が首をくくったので来てくれというのです。水番の家に行くと、井戸の上に、 命に竹を渡して、そこから首を吊るすようにして絶命している水番がいました。あまりのひどさに世話役たちが顔を背けていると、九段の息子が傍らから世話役の袖を引いて、見ましたか、見ましたか、と、目を乱々と輝かせて尋ねるのだそうです。この子はもはや正気ではないとは分かっていました。 が、当時の解釈では、これは水盤の相反する気持ちが、この魂は滅ぼしても、この肉体は母のために生かしておいてやりたい、という願いになり、親子の魂が入れ替わったのだ、というのが支配的でした。間引きのために子供を殺したことはありませんでしたが、この時村で初めて、この子供を殺そう。 という結論が出たんだそうです。横糸を斜めに折った長い綿布で首を包んで、布に少しずつ水を吸わせて、誰も手をかけないうちに殺そう、ということになりました。しかしそこは素人の考えですので、首はしまってもなかなか絶命しません。子供は父と同じ顔で、誰じゃ、食ったのは誰じゃ、 と声を上げていました恐れをののいた村人は父が死んだのと同じように井戸に竹を渡してそこから子供を吊るしましたものすごい形相で睨むのでまぶたの上から縦に竹串を通しました子供は数日糞便を垂れ流して暴れた後絶命しましたその明けた年は 飲み水から病気が発生し、多くの人が命を失いました。さらに、本当に穀物を食ったのがこの子供ではなく、世話役の13になる子供だったことが分かったのだそうです。この時、世話役は躊躇なく、我が子を同じ方法で吊るしたのだそうです。アクルト氏の1月28日のことだそうです。 というわけで、1月28日はコッケさんの日になったんですよ。はあ、なるほどな。命日なわけな。うちで飯を食べてもらいながら、私服担のめいっ子の彼女に教えてもらいました。だから、コケキっていうのが正しいんですよ。運動会の行事も意味わかるとひどいね。 村人全員で子供を占める儀礼ですからね。本来こういう形で優しく弔ってあげたのに、という。偽善ですよね。うーん。あとですね。これ私一人で気づいたんですけど。彼女はペンを取って、チラシの裏に、アクタの字を書きました。おー、28やん。 俺も今気づいた。草冠とその下の八の字で二十八と読めます。え彼女はきょとんとしていました。いやだから、二十と八でその命日を表してるんでしょほんとだ。え、違うのいや、そっちが正しいんですよね。 多分何よ教えてよいやいいですしばらく押し問答した末彼女は折れて文字を書き足しましたこれね縦書きなんですよ目をつぶされた子供が竹の枠に首から下がってるのわかるでしょう